こんにちは、こんばんは。矢作睦月です。今回なんですけれども、欧州ティア級駆逐艦イエーガーさんに乗っていきたいと思います。欧州駆逐の中でもゴリゴリの隠蔽ライク、本当に手法はただのおまけ、雷撃特化一択の駆逐艦でして、実装当時ね、性能を見て、あ、完全な隠蔽ライクだ、欲しいなと思いながらも、ちょっとね、引っかかりは覚えてたんですよ。何が引っかかったかっていうと、そもそも実装当時イベントである程度以上ポイントを稼がなきゃいけない、そしてイベントをこなしただけでは手に入らない、そして北上さんと同じである程度の資材を投入しなきゃいけなかったのかな、それかもしかしたら忘れてるけども課金要素があったかもしれない。まあとにかくある程度の資材資金を必要としていた。なので高隠蔽ライクなんですけれども、私の好みなんですけれども、雷速も高い、装填時間も短い、非常にいいところだらけなんですけれども、魚雷の持ち味一番の魅力ってやっぱ破壊力なんですよ。少なくとも矢作睦月にとって魚雷とは高い破壊力、駆逐艦相手なら1本当たるだけでも十分撃沈できちゃう。ところが欧州駆逐の魚雷はその魚雷の花形一番の魅力である破壊力に乏しい、ダメージ低いのよ。つまり数を当てなきゃいけない。確かに他の国よりかは当たりやすい、雷速も高いので避けにくいっちゃ避けにくいんだけれども、そもそもがそうそう当たるものではない。その魚雷でせっかく当たってくれたのにダメージも出ない、これはちょっと魅力が半減するんですよ。なのでね、実装当時ああ欲しいなと思いつつも威力がなーって悩んだ結果、どうせ年末のサンタコンテナに封入されるはずだ、そこで手に入れるかってことで、サンタコンテナでは一緒に入手できない外装永久迷彩ですね、迷彩だけを入手して終わったんですよ。で年末サンタコンテナから出しました。出るまで回す、そしたら必ず出る。そもそも毎年サンタコンテナから出てくる艦艇は全部出すまでやりますので、そこで課金してるんだけども、そこで課金することは想定内なので、じゃあいいやと先延ばししてサンタコンテナから無事入手したんですが、で乗ってみたんですが、ダメージは確かに低いけども雷速も速いし隠蔽も高いので、好みのタイプで、さらに三連装魚雷はムツキさんで乗りまくって、三連装魚雷結構好きなんですよ。1本2本3本4本5本6本とありますけれども、その中で一番好きなのは三連装なんですよ。ところがなんか変、あれっていう違和感を覚える。三連装の隠蔽ライク苦手なはずがないんですが、なんかね、何回も乗ってるんですけれども全然活躍できねえの。何が違うんだろう、どうしたんだろうって考えると、この子
ティアゴのムツキさんの三連装魚雷の半分のダメージしかないのよ。で、敵は敵でティアが高いから対水雷防御も高い。ムツキと同じ本数を当てたって半分もダメージが稼げない。ムツキに乗ってる時の倍以上の魚雷を当てないとムツキで出せるダメージよりも低くなってしまう。確かにムツキよりも当てやすくはなってるんですけれども、ムツキに慣れすぎているおかげでムツキと同じ感覚で撃っちゃう。だからこれ3本今当たったんですけれども、ここで感じたのは3本当たったヒャッハーじゃなくて、え、3本も当たったのに全然減らねえってしか感じない、え、なんでってショック受けてんですよ。なんだこりゃ、ムツキの方が強いやんっていう、あの1本ごとのダメージのことでムツキの方が強い、変な錯覚が発生してるんですよ。実際圧倒的にムツキよりもイエガの方が強いです。あの有能です。でも当たった本数に比べてダメージがあまりにも低すぎるので、なんだこいつ、何本当てなきゃいけねえんだよって、これ今パニックってます。え、なんでなんでこの程度沈めれねえのって、そんな感覚を持つと魚雷ダメージ低すぎる、この子ダメだ、苦手意識が芽生えてきちゃって、好きなパターンのはずなのになんかね、この子に乗ってても楽しくねえぞって。これだったらまだ同格アメリカのティア級駆逐艦、特にライクであるベンハム、装填時間もそれほど変わらんし、一本の威力もでけえし、ベンハムの方が楽しいって感じちゃったの。エンジンブースト発動。これは完全にムツキの感覚に引っ張られて勘違いを起こしてるだけなんですけど、違和感ひどいのよ。まあそもそも欧州駆逐がそれほど得意ではない、魚雷ダメージが低いことが不満っていう前提がすでに構築されてたっていうのもある。だけどこれイエーガーが悪いわけじゃなくて、私の感覚がムツキに引っ張られすぎてる。乗り慣れてないのもあるだろうけれど、まあ慣れていくに従ってどんどん楽しくなっていくんだろうなって感じです。非常に優秀です。もう魚雷めっちゃ当たります。すんげー当てやすい。まさにザ・ライク、インペライクです。ベンハムみたいに片弦に対して全門撃てるわけじゃない。右舷魚雷を撃ったら左舷向けなきゃ魚雷撃てない、そんなことなくストレスフリーで片弦に対して大量に魚雷を投げれる、非常にストレスなく魚雷ぶん投げれるんですけれども、最後の最後、これ当たったダメージが低いっていうのがおーいおーいってなっちゃう。魚雷が6本当たってて、さらに2本8本当たって撃沈なしで4万5000しかダメージ出てねえ。なんだそれ。まあこれで普通にダメージ、魚雷ダメージ1万以上あったらバランスブレーカーになるな、 OP 艦に確定で入る。バランス維持のためにはこのダメージ量はしょうがないんじゃないかなとは分かってるんですけれども、それを気にせずやれるかっていうと、やれるやれるやれるうーっていう感じで、
不満は残るんですよね。じゃあ乗らなきゃいいじゃんとは思うんですけれども、せっかく手に入れた実装当時欲しいって思っちゃったその駆逐艦ですからね、乗らないのはなしだな。もう乗りましょう。ダメージが低いことに慣れてしまえばいいわけですから、数当てなきゃいけないなら数当てればいいんです。我々が優勢です。そしたらそれはムツキでも数当てれるようになるんじゃないか。全ては練習です。ムツキの時は気にしなくていい。レーダー艦の存在、ムツキで遭遇するレーダー艦ってベルファストぐらいしかいないからね。ティアナナでレーダー持ってるの他いたっけ。それぐらい無造作に隠蔽内ギリギリまで踏み込んで雷撃ができるんですけれども、イエガさんティア級なんでね、そこいら中に12キロレーダーとか9キロレーダーなんてのがひしめいてますので、不用意に近寄っちゃうとすぐに沈んじゃう。そのことからもムツキと同じ乗り方してたら絶対ねすぐやられるんですよ。なのでコーティア隊のインペライクの乗り方の練習には非常にいい感じ、練習になる。敵戦艦を仕留めました。なのでねこれ、もう敵のところまで届きませんが、魚雷16本か。今回はここまでですね。これ以上は稼げない。残り2隻の場所が遠すぎる。エンジンブースト発動。一応エンジンブースト使いましたけれども、ああ沈んだ。間に合わんよね。コンスタンスに10万ダメージ超えれるように、10万超えるにはこれ20本ぐらい当てないと無理だな。20本で10万いくか。1本あたりのダメージは低いけど、浸水ダメージとかが入ればまあ20本で10万いけなくはないか。隠蔽ライクで高速魚雷だけれども当てやすいけどダメージは稼ぎにくい。コーティア隊の隠蔽ライクの乗り方を覚えるにはまあとてもいい艦だと思います。まだベンハムの方が好きなんですけどね、この子も好きになれるようちょこちょこ乗っていこうとは思っております。好きになれると思うんだよ。ダメージが低いだけで弱いわけではないからね。今回の動画はここまでなのだ。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いするのだ。